どうもどうも、真実のジャーナリスト、社名丸あやと、妖怪の山の紹介天狗、犬走りもみじです。うん、誰に向かって話してるんだって空気になってますよ、あやさん。何を言ってるんですか。それはもちろん、あな、画面の向こうの、あ、な、ですよ。今日はあなたに、とっておきのスクープを、なんと、私たちが主役の、現在、配信されている、その名も、ダブルフォーカス、あやともみじの弾丸取材機構。絵本の中に吸い込まれてしまった私たちが幻想郷へ帰るために奔走する冒険活劇です。絵本の中に広がる異世界で大暴れしちゃいますよ。しかもこの物語は創作じゃありません。私たちは人知れず幻想郷の危機を救っていたのですよ。あの時は本当偉い目に遭いましたよね。それは言わない約束ですよ、もみじ。ダブルフォーカスはアクションゲームなんですよ。興味がある方はぜひ遊んでみてくださいね。うん、ただの宣伝映像かよって感じの不満そうな顔をしていますね。あ、いやいや、そうですね。どうします？もう少し情報を公開しましょうか？いえ、やめておきましょう。これ以上はネタバレになりかねませんからね。それじゃあ、とはいえこのまま終わるのも少し味気ないですね。この方はきっとダブルフォーカスをプレイしてくださるでしょうし、もう少しだけサービスして差し上げたいところです。でしたら今回の異変よりも前に起きたあの異変の話をしてみては。だいぶ前の話なのでご存じない方も多いでしょうし。なるほど、それはいいアイデアですね。今からするのは妖怪の山で起きた奇怪な異変を解決した時のお話です。そう、あれは一昨年の夏頃、